カルロ・ベルゴンツィ。カルロ・ベルゴンツィは、イタリアのテノール歌手。その美声を売り物として、特にベルギ作品の演奏を多く手掛けたテノール歌手で、ある。ポレージネ・パルメンセ生まれ、アリゴボーイと音楽院を卒業し、1948年バリトン歌手として、オペラでの活動を開始。しかし声の変化に気づき、改めて研鑽を積んで51年、パリで、 アンドレア・シェニエを歌いテノールとして再デビューに成功。評判を高めて53年ミラノス・カラザ、56年にはアメリカメトロポリタン歌劇場にそれぞれデビューを果たし、スターの地位を確立した。同世代のフランコ・コレッリと共にイタリアオペラ人気を支えるスターとして、公演、録音で国際的に活躍。役柄への理解。 自己管理等によって上演成功率の高さでも知られ、長く声の艶を保ち、21世紀に至ってもコンサート活動を続けた。1967年に来数回来日もし、エドガルド、リッカルドやラダメス等得意の役柄を歌い、2001年にも来日してリサイタルを開催、80歳近くとは思えぬ喉を披露した。リッカルド、ドンカルロ、ドンアルバーロ、 マンディーコ、ラダメス、アルフレード、マクダフ等、主にベルディ作曲の主役で高い評価を得た。ベルディ作品以外では、カバラドッシロドルフォ等のプッチーニ作品、マウリツヨ、カニオ等の、いわゆるベリズムオペラも歌った。2000年5月には、ニューヨーク、カーネギーホールにて、コンサート形式のベルディ。 オテロタイトルロールに75歳という恒例で初挑戦し注目されたが、これは最後まで歌い切ることができなかった。2014年7月25日、ミラノにて死去。ありがとうございます。